というわけで今回は、はい、リュウ君に出演していただきました。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。改めて自己紹介してください。はい、投げやりだな。バカ編だから。バカ編はまた別だから、ね、うん、あのベーシストとして、いろいろな場所で弾いてます、リュウです。よろしくお願いします、はい、いやいやいや急だもん、誘い。ありがとうございます。急な。助かります。これ言っていいんですか？全然大丈夫です。ですね、昨日ね、僕らツアーで、はい、岡山でしたよね。僕岡山です。僕は姫路だったんですけど、はい、アートポップのイベントで。その前の日は広島で一緒だったんですよね。で、ちょっと、まあ、お別れして、それで僕は姫路からライブ終わって、うん、新幹線待ってる時に連絡が来て。はい、確かにね、持つべきものは友達ですね。しかもさ、要件最初に言わないじゃん。いやらしい。明日、明後日時間あります。忙しいから、忙しいからもう先に内容言っちゃってだからプレッシャーさせちゃったら申し訳ないなって思うから。もう全然、もしかしたらこれ飲み会の誘いかもしれない。そんなパーティーは俺行かないですよ。こんな飲み会、ミニムラパーティー、飲み会とかパーティー、ミニムラパーティーはすごい、ね、みんな仮面つけてるから、ね、全然喋んない、全然喋んない。いや、この番組変でしょ。番組変でしょ、うん、そう、さっき振るの忘れてた。なんか振ってくれたら喋りますって、つぶっくん。いやでもさ、うん、俺はまあ俺もそうなんだけどさ、やっぱりリュウ君出るっていう楽しみにしてたのがつぶくだと思いますよ、うん、あ、本当ですか。いろんな話聞けるんじゃないかなって。まあまあ、でも大体そんなパッパと勧められちゃったら見てそういうもんだ。見てそういうもんだよ。いやいや、アコースティックのライブと違うんだからさ。その気分で来てた。その気分で来てたら、それはちょっとそうはいかなかった。ごめんなさいね、上手あれあれ。あの編集で何か編集でちょっと大丈夫です。だからザッて弾き切っちゃったりするから、ね、いや、わかりますよ、わかります。まあ大丈夫、大丈夫です。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、メトロノームの時とかは、うん、あんまり喋らなかったじゃないですか、うん、それ人見知りとかじゃなくて、単純に嫌い、うん、それはミネさんたちが、なんか、俺たちは俺たちは、なんか、なんだろう、俺たちはそこら辺のバンドとは違うから、みたいな俺たちは上半身、また裸で上半身から全身、全身裸で、みたいな俺たちは裸だから、みたいな。いや、それはないそうなぁ。リュウ君、嫌いな人はいるんですか？いないですよ、いないですよ、いないですよね。あんまり気にしないですね。ねえ、でもたまに顔こわばるけど、実際何そういうことね。だいまあでも仕事を、うん、仕事中っていうんですか、うん、現場とかでピリッとしてる時はありますよね。ああ、うん、それは確かにそこはストイックですよね。そこだけは昔からそう、普段は別に何でもないんだけど、うん、あんま気にしないんだけど、仕事はやっぱりこう代表として怒ってるっていうか、自分が年上だから、うん、ここで誰かがちょっとピリッとしないと、うん、なんかこう締まらない時ってあるじゃないですか。ミネさんもそういう時あるわけ。いや、そういう時見てるとすごいなと思うよね、うん、憧れるわと思ってやりますよ。なね、笑ってたよ。ピリピリしてました。ピリピリしましたね。いや、本当に。リュウ君のピリピリしてる時はね。違うんだよ。あれは、うん、本当に怒ってるわけじゃなくて、うん、ちょっとなんかトラブルもいっぱいあったから、ちょっと一回締めましょうっていう感じで、うん、ちょっとそこでさ、ちょっと俺がピリッとした空気出せばそうなるっていうだけの話で。偉いなと思いますよ。嫌われるだろうなと思いながら。だからさ、もう逆から笑いながら打ち上げで。いや、偉いなと思って、そうやってちゃんとね、現場をストイックにやりましょう。まあね、せっかくだからね、あのね、ライブはいいものにしたいじゃないですか。舞台とかもね、まあ、そうみんな音楽チームをまとめてさ、ちゃんとそのさ、挨拶から何からね、はい、ちゃんと僕にも教えていただいて。いや、ふざけすぎですね。各地で言われてるだろうけど。まあ、びっくりした。あれの話はしてるんですか？おふざけしてる話。僕はあれ普通ですからね。あれ普通、まあまあね。でも今となってはミネさんが結構ああやっておふざけしてくれたことによって、ちょっと演出家の人はピリッとしてましたけど、なんだあのバンドみたいな感じになってましたけど、最終的にはこう役者チームとの架け橋として良かったんじゃないかな。ありがとうございます。そうだったな。だってあの俺がバンマスとして、ああ、ピリッとしていたじゃないですか、うん、だから役者の子たちは、うん、僕バンマスだから、うん、音楽監督だし、はいはい、絶対最後までいると思ってたら、はい、途中でいなくなるし、そうそうそう、千秋楽とかね、そう、うん、で次のバンマスはっつって、うんうん、ミネさんですって俺が最後のミーティングで言ったら、みんな爆笑してる。爆笑したの？本当に？マジですか？とか言ってみたそれぐらい愛されてたんです。
そう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 、みんな喜んでたよ。よかった、ね、そういうね、空気は。だからね、ミネさんがいっぱい出てた後半の方、うん、B チームの方がなんかパこうチームとしてね、あったかかったよね。あったかい雰囲気に見える。仲いいよね、みんな。B チーム、でもまあ A チームの人たちの方がでも、あれなんですよね、キャリアの上で。そうだね、ね、有名な人もいっぱいいるしね。ね、どうしても舞台の話になっちゃうね、リュウ君と言うと。でもリュウ君自身が、やっぱりそうやってこう人見知りもしないとか、ちゃんとストイックなところはストイックでいこうとかっていうする姿勢が仕事が多い理由なんでしょうね。仕事が多い人っていう人になっちゃったね。そうだね。もうね、スーパーベーシスト絶対今日呼ばれる。近いよ。ミスキャスト。そうかそうか、ビジュアルデカだもんね。ビジュアルデカだけど、うん、仕事多い人だよね。仕事多い人。ただの仕事。ベースとしては認められてるんだけど、まあまあまあ、でも先どっちかっていうと仕事が多い人って。忙しい人。でも、まあ、あれだよね、普通のサラリーマンのさ、週1日2日休みであと頑張ってるのが、それを思えば。それは思いますよね。思えばね、一緒なのかな。でもあれでしょ、若い頃はそんな社会人、会社員なんかなりたくねえって、はい、思って始めた世界なのに通勤がしたくなったりしたの。そうそう、不思議なもんだよね。あのなんだろう、こう大人になると打ち合わせにちゃんとした、うん、シャツで行こうかなとか、ジャケットをちゃんと着てね、それこそ音楽監督として行くときはそういう一面でね、そうだね、しないちゃんとしないとなと思う。つうつうなんかリュウ君に知り聞きたいことある、あえてこの聞きたいこと、人前に聞きたいことある。ベースは、はい、その音楽に携わる仕事を一日中してないっていうじゃないですか、うんうん、はいはい、ベースを練習しようと思ってするのってどれぐらいします？うんうん、ベースを練習しようと思って、はい、あの曲とかじゃなくて、はい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 、それはね、もう多分ゼロですね。もう多分15年ぐらいゼロですね。最初から20年、20歳でベース始めて、最初の 2,3 年はすごい練習したけど、その辺からは特に。で、特に最近はやっぱ年間100曲とかは確実に新しい曲やるから、うん、現場で覚えたりするから、こう弾くだけで。と、あと最近の曲ってさ、 BPM 早いよね。テンポが早くて、で、うん、俺が行く現場ってなぜかこう打ち込みでやってる、うん、やっぱりメトロノームっていうのがあって、うん、打ち込み系が多いから、あの人たちってベース打ち込んで送ってくるから無茶なのをやるっていう、まあ、それは練習になるのかもしれないけど、基本的にはそれだけですね。もう今日必死に、うん、あの明後日ツアー行って帰ってきた後のリハの譜面を一生懸命書いてて、譜面で財布も全部するんだもんね。最近はね、ちゃんと書いた方がいいよね。あと、うん、もうね、覚えれないから、うん、一回書いて、うん、覚えれないというのはずっと覚えてられないから、うん、またこう半年後とかに言われた時にちょっと見れるよ。書くって大事だなってね、やっぱこの年になってさらに思いますよね。自分、そのうち P って言われるようになるじゃん。僕にでも言われてるのかな。あー、プロデューサー。プロデューサー。なりたいですね。ね。いろいろやりつつ。やっぱり世の中にいいプロデューサー、悪いプロデューサーいっぱいいますからね。いい方のプロデューサーに。そうですね。なっていきたいっていうのはあるんです。やっぱプロデューサーは。プロデューサー業というか、まあ興味ありますよね。やっぱり。いろいろ若手にも伝えたいし、はいはいはい、うん、すごいね、偉いね、ちゃんと後世のことを考えてる。後世っていうか後輩たちのことも考えてる。もともとが事務所で一番上のバンドだったからね。ああ、下ばっかり、ね、うん、そうか。いや、今感謝してますよ。そうですよ ね、セクアンとかノーゴッドがずっと頑張ってくれてるから、うんうんうん、なんか一回こうアートボップから抜けたのに、うん、で何年後かにしれっとしれっとイベント入れてもいや、でもやっぱり来たらね、リュウ君の現場に来たらみんな喜ぶから、うん、ね、でもありがたいですね。ずっとアートポップっていう文化が残ってることが本当に嬉しいよね、うん、ジャンルでいいと思います。面白いな、リュウ君。ほんとね、みんなに届けられない部分もいっぱいあるからね、もったいないんですよね。いやいやいや、面白いから。僕なんて裏方ですから。悪いわ。悪いんですよ、本当は。あとは任せた。もう高青年で売ってるんだけどね。悪いんだわ。でも悪く言えない、こういうとこで。言ってる。
言ってるよ。じゃあ最後にどうぞ。最後にどうぞ。どういうこと最後に何か言いたいことがあったり。今日は急遽ですけど、はい、呼んでいただいてありがとうございます。もうまた何か面白いことやりましょう。いや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 、ありがとうございました。リュウさんでした。ありがとうございました。